私とあんたです。こんにちは。こんにちは。続きやね。はいはいはい。だからさっきなんか秘密の鍵っていうのを取ったから、うん、それを使ってジムに入れるから。あ、秘密の鍵で。そうそうそう。あ、そう。うん、あ、そう、さっきまで入れへんかった。入れへんかったから、そうそう。その鍵を使って、ジムに入れるようになるんじゃん。あ、これ。ちょっとこの、ここ。そうやな。あ、そう、あ、カツラ。ズラ。ちょっとなんかこれ、ズラ。キーワードがズラやな。うん。ここ最近。そうやな、ハゲ、ハゲとかな。うん、結構いっぱい。それだけ、うん、当時やっぱりもうハゲが多かったもう横行してたよ横行ハゲの横行って聞いたことないけどねハゲのハゲの横行ってあるかなんていうか最近見かけないきっと思うのは、うん、こうバーコードおじさんみたいなバーコードおじさんみたいな人たちが最近見んないっぱいいた時代なんじゃないか、まあ、ハゲといえばみたいなそうやな。また泥棒や、俺いるのは。でもこの泥棒はもうあれでしょな、まあ。平気でウロウロしてるっていうこと自体が許せへん。この泥棒がな。泥棒。まあ、悪者やからな、泥棒ってさ。そうね、そう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 。それでまるでなんか。なあ、なんか普通にな、いいですよみたいにやってるっていうことはもうこれやっつけてよかったやつだっけ？どんどんやっつけて、どんどん、あ、そうなの、そうなの？これなんか懐かしい味がするこれ。するけどこれあれや怒り豆みたいな味だった。うん。でも怒り豆はね好きやった、うん。中学生ぐらいの時に。何がロコンか、あ、まあええか。変えてもよかったね、かわいい、かわいいけどな、うん、何が変えてもいいの？ポケモン死ぬからあ、倒せるの？だ次出てくるやつ見て、一回変えたらいいか。え、ってこと？え、変えな、水のおさげやばいってこと？あ、うん、カメタに、うん、あ、そうなの、うん、いいよで、入れ入れ替える、うん、カメおさんにしていい？カメタイあ、カメタイ、カメタイ自分でつけたやつ。これ水鉄砲とかでいいんじゃん。あるっけ？あるやろ、水鉄砲。あるやろ。あるやん。何や。なあ、そうやな。何に笑っとった。うん、え、こう、あ、抜群でしょ。あ、抜群やけど、こんなにあれない。波の量は良かったな。あ、そうね。まあいいや、レンダで。カメタンはどうすんの？水鉄砲でね、うん。ずっとやんねん、水攻撃を。この火のポケモンや、9本で。キツネに。キツネの？炎タイプや。キツネに。キツネ。キツネや。あれ、そうね。うん、カメタンは1372円。2円じゃないの？経験値。すごくお金やと思う。泥、参り、あ、参り、参りやした。結構高いで、泥棒お金持ってはるで。あの、この間ほら。だから言ってん、泥棒、ね。水の上にいた、あの、ほら、練習なんか170円しかくれへんかった。あ、そうなのね。うん。おい、よく行きたい。このリーダーに会うまで、僕は体力を取っておきたいな。頑張って答えてください。ポケモン、キャタピーが進化すると、トランスキャタピー、ああ、はい、当たりです。先進んでいいそうなん、当たらへんかった。先進んであかんかった。いや、でも開いとったやろ、ドアは。マジで怖いな。で、これ全部トレーナー倒したらいけるんか。普通に無視していくんか。これ私なんか喋ってんの？私が喋らへんかったら、この人に喋らへんかったら、ポケモンが吐く炎の温度をどれくらいか知らんで、そんな知らんな、うん、でもなんかすんごい高火力らしいで。あ、もう、いや、大やけど、うん、あ、そうなんだ。鉄が溶けるぐらいなんていう、あ、そんな、そんなにらしいで。
なんか説明見たらそういう風になってる。鉄が溶けるぐらいの800とか1200とかそれそんなんや。あ、酵母はね、ガラス酵母の、うん、ガラス酵母ええやろ。やん、そういうの、あの、あの、そういうとこ行ったりとかすると、いやもうこの1200度で温めたこのガラスを、うんうん、ぐるぐる回して吹いてくださいとかなる、うん、なるな。え、何やったことある？ない。やろうかなと思ったけどやめた。あ、そう、うん、陶芸はあるやろ。いや、陶芸は全然違うやな。でも、まあ、あれはぐるぐる回して常温のとこでぐるぐる回すだけやん、うん、わしやったことないけどな。あれやったことないの？やったことありげんのにな、うん、な、変えようか。カメちゃんにやりそうやん。やらへんでな。まあ、興味なかったな。あ、そう、うん、これだから波乗りやんちゃう。そのさっきしないんだったから、うつ、自分の作ったご飯、お茶碗か、まあ器でも何でもいい、うん、お茶碗でも何でもいいんだけど、うん、そのお皿でも何でもいいけど、それに何かこう自分の作ったご飯乗せたいなとか思わへんねん。まあでも、いや、例えば君に食わすならやってみようかなと思うけどな、うん、そんな機会もあんまりないやんか。あ、もう 今の話ね。今現在ジップロックに乗せて持ってくやだけやんか。あ、まあまあ、いや、そうなんやけど、おかゆにして も、まあ、もそうなんやけど、風邪ひいてお粥を持ってくで言うて、うんうん、ジップロックやんか。そういう時はさ、それでいいんだけどさ、ね、そうじゃなくて単にもうただ単にこうご飯を作ったやつ乗せようかなとか、そういうのはない、ない。まあ、ええー、わ、それは別に。それはですね、それ言って別に完成度が高いから、高い。捨てるに楽やしな。捨てる時に、うん、自分で作った言うたらほら、大して良くもない器やったとしてやで。そう、大して良くもない日本で、うん、私今までいろいろ作ってき きたけど、うん、本当に大しても良くもないもんが出来上がる。そうやろ。じゃあ本当にあの冗談じゃなくて、捨てるのにも大変やん。や、これはあの時作ったなとか、粉砕したらすぐ捨てられるんだけど。粉砕するだってほら、ガラスじゃないから、土やからさ、何しろ捨てやすいの、捨てやすい。まあな、庭に捨てても英語ぐらいはとにかく、あの、そうなんやけど、うん、ガラスはちょっとな、捨てる自己満足の世界っていうの、うん、あ、できたな。で、ええもんは買ったらええと思うけど、うん、楽しいので何が出てきはるか全然わからへんねんけど。何が？いや、次に出てくる。僕変え、あ、まあいいや。で、次、全然な、言うとらへんの。ロコやろ。まあ、ロコやったよ。全然言うとらへん。じゃあ、さっきから言ったら。言ってはるって。二人とも見てへんだっけや。言ってはらへん、全然。ずーっと呼んでね。いつ言うんかな、思って。わしはずっとつまみを見てんね。君は。ずっと呼んでる。全然ない。全然。それは呼んでへんのと一緒や。ほんま自家系の、あ、ガーディ、あ、これ買える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 、これ自家系の男って、まだ自家系の男って。でそれが一番気になる、自家系の男って何、その表現は。理系や。そんなこと最初に迷う気がいいの。文系か理系かって必要な。あ、でも文系出てこへんのちゃう。あ、この世界はね、この世界文系なんかもあんなやつら、なんかそんなもん脳なしのやつやろ、文系なんて。そうやな、文系の人みんなそう思う、ね、ほら、短パンこととかミニスカートとかいろいろいたやん。文系ね、文系か知らんけど、要するにその容姿で語ってるから文系やなと思ってたんや。理科系もだから、あ、メガネかけてはるわ、あ、理科系やってことやろ。ガリッとしてた、うん、細いの、ほらほら、そうそうそう、こういうこういうのこういうの、ただのオタクやろ。でもやっぱり多いわ、多いや。多いか、多い多い、やっぱりなんだかんだ言いながらやっぱり多いな、それが。まあ、マジじゃない、回復できんか、
正解するとさっきやったやん。正解してなあかんねん。さっきやったやん。やってたやん。なんとかってやってん。ここのリーダーに会うまでポケモンの対応な、はい、言ってんさっき。なんかほらちょっとゆっくり進めて。ほら。ゆっくり。何ば。ない。何も言ってへん。聞いてない全然。どういうこと。何がバカ。もう一回もう一回。何バカって。バカって。じゃあじゃあどうし。ポンポン。ちょっと私もう訴えようかな。名誉毀損で。認定バッジ全部で9種類は違う。いいえ。8種類え。何言ってんの。っていうか。なんでそんなこと知ってんの。あ、そうなの、うん、そうそう。それ自体もじゃあ、もう今はちょっと、うん、こっちやで。なんだかんだ驚いてるけど、この人喋った私。喋った。さっき戦ったとこや。本当にあの、理科系のなんとかや。あ、びっくりしてんだけどな。ただなんとなく好きなんで、炎ポケモン使ってるぜ。あ、炎系のジムなんか。ただなんとなく。泥棒や。ただなんとなく好きなんや、好きなんやって。ジンパチは。ジンパチ？ジンパチ。ジンパチでいいの名前は。いいよ、そのまま戦うな。あー、間違えた。え、いいよ。あ、いいの、いいの。死んだけどいいの、死んだ、死んだで。兄板が。いいの、兄板が死んじゃったけど。え？ドローン。兄板が。ジンパチや。アニータがジンパチポニータ死んだけどいいの死んだまあ日本人の中には3608円。あのほら、うん、あのなんだっけあそこのどこだっけあそこ神奈川だっけどこ知らんけどあのそのお金を取られたとこの市民はさ、うん、アニータ死ねって思ってるはるあれやろ。ああ、まあ、それはそれ、税金払ってた人はみんなそう思う。そうやろ。3億か4億ぐらい盗まれたやろ。バカっていう。あ、ちょっと、ちょっとやめて、ひもこの。無視していくわ。俺は勝田がポケモン始めたきっかけを。勝田が、あ、そう。勝田が。生やしたいから。勝田がってなの。そういう人がいいのかな。カスラってジムリーダーや。理科系の男の子ヨシアキが勝負を仕掛けてきた。理科系の男の子ヨシアキがギャロップ。ギャロップ。ユケネズを戦う。うん。うん、いいんちゃう。倒せるか。あ、無理か。まあもう一回やって。そろそろ強くなりましたな。レベル41やって。ダメージを受けてるけどいいのかな。うん、いい倒すやろ。必殺前歯。で、こ次何が出てくる。これ前歯で噛んでんの。噛んでるんやろ。噛んでるかどうかっていうのも。あ、買ったやん。一人しかいなかった。私も見せてほしい、その噛んでるとこ。あのクッと、まあ、後ろ姿やから噛んで噛んでるエフェクトが出るやろ。あの血だね、血ぐらい出てるっていうのと血だらけ。ちょ変えようか。これ何、ここ何、ここ何、そのドアがあったとこや。変えようか、あの変えようか、あの血だらけになって前歯がカメタンを表に出そうか。その必殺の前歯がね、せめてせめてね、そこぐらいまでやってくれたら、ああ噛んだやなと。いやでも永遠には出てるはずやね。ダーッダーッ歯ぐきから血が、うん、ずわーっ血出て、もう噛んで、今噛んできたぐらいの勢いにしてほしい。グロすぎや、噛んできた、グロすぎやろ。ノブオや、ノブオ、噛んできましたでっつって戻ってくるやろ、うん、これさっきが違う名前に出てるよね、ずっとお前な。なんか近くな名前が、あれ一緒、キューコンとロコンやな。これが進化すると9個になる。これは6本。ううね、尻尾が6本じゃない。あ、コンって、ね、根っこのことね。違う違う。コンって根っこのこと。狐の鳴き声。6本しかないってこと。狐の鳴き声。根が6本しかない。6、
本。六本尻尾生えたコイン。コインでしょ。漢字で書いたら。キツネのコイン。漢字で書いたら六っていう感じにねって感じでしょ。だからコーンはキツネの鳴き声。うん、あそうでも六本って言って。六本や。尻尾が六本。やっぱり六ね、六ねって書くには漢字で、漢字では六ねって書くには絶対。そうかな。うん、まあええわ。水鉄砲でいい。水鉄砲でいいの。さっき何したい？噛んだ。噛んでやん。え、噛んでへんの？あ、噛んでへんの？あれ？まあいいわ。まあいいわ。いや、噛むを思いしてたな。え、何その、なんか、ちゃんとした。え、ちょっと待って。でもほら、最終的に、最終的には、ね、あの、違うやん。今ここにはそれは噛ませてるけど最後の段階では噛ませこにせん知らんやんわしが捨てるよこれいつも違うやん君が持ってるやったら分かるけど違うやんだからそれをそうやなほんまやなほんまやほんまやほんまや私分やったら私が捨てんやったらそうするからさそっから噛んだけ噛んに捨ててめんどくさい最初から分裂してあとはポンってやるからねいやじゃもっと大量にあんやったらやんでもちろんのことああ泥棒の棒これ、ね、いいの泥棒の泥棒の棒とかでこれ例えば当時信夫っていう男の子が教室に、うん、あお前泥棒やって言われる昨日泥棒やってやんとか言われる言われる言われるでそれが短パン小僧やんお前短パン小僧やんかつって下やねそうなん、うんお前短パンこそやろえじゃあ女子はそういう目に合わへんってことまあミニスカートやろ全無視でいくのえ私ちょっと待ってだってこの人喋りかけたやつさっき喋ってやろほら山登りでそう山登りでそんなの知らんないいけど一人のポケモンがと長い話だ桂は無事に 山を降りあそうなんですかあ倒したやつかほんならな上でええんちゃうでしょだから言ったやん話すだけかこいつは言ったやんたしさっき喋ったねこの人もほらえあんたの夢なんか聞いてへんで一回も泥棒ポケモンがいいでやん一回も聞いて話すだけやなほらほらななこれ下ちゃうだから無視して下ちゃうなあのその無意味に無視したんじゃなくてあいえいやでも上やなここなんかこうこれ入り口やから上ずっと上やこれは下喋ったしこれは喋ってへんよあ喋ったなあえ何戻ってきて左下の方かあ逆にうん行ってへんとこあるのか酔っ払ってると何もかも見えへん見えへんのあこっちやあ、でも合わせやな、今日な持ってくださった目薬を左やこの乾燥した目を補う目薬をそれは上やろ顔の汗ったな顔の汗持ってくださいそこで話してこいつを倒さな赤い炎の弱点は H2O って言わそうやなそれはそうや、うん、H2O ってなんかあったやん、うんうん、漫画そうな出かけの信弘が勝負を仕掛けてきた出かけの男の信弘は行け、カメタン。出かけの信弘は行け、カメタン。ガーリーの威嚇でカメタンの攻撃が、カメタンはどうすんのいいよ戦うねん、そんな。ワンチな、これ。あ、ワンチ、ワンチ、ワンチ。ワンチカメタンの水鉄砲。効果は抜群だね。バツつくなんか分かってるからかけて読んでるだけなあ読んでるだけあレベル上がった強かったな俺もちゃうやん、うん、ちゃうでしょちゃうで、はい、ちゃんとして、うん、もうなんでこの今すっごいこれも押してくんのこの何をロコンかロコンさん。そんなによく出したい、出したいとこなのまあ、炎タイプのポケモンがそもそも数が少ないやん、種類が。この、すごい出した。
なんかすごい今日はこのロコンに合うな合うな合う日やなって思った。ロコン、キューコンとガーディアン。ノブヒロってもうこ、もうこんなオタクの感じでノブヒロって名前でいいの？ええんちゃう。あ、そうなの。それでもうジムリーダーやろ、こいつや。え？私は燃える男。なんか、あったな、なんかどっかボクシングジムの、俺、男なんとか、男なん、なんちゃらみたいな。関係断片じゃん。グレンジムはポケモンジムのカツラ。あ、カツラなんや。ポケモン。カツラかぶってんけど、カツラ。すべてを炎で焼いて焦がしまくる、つわものばかりなのだ。なんかでも。おーす。ジムが火事になるぞ。焼き直しの弱いか。そうだ、焼き直しの弱いかどうかっていう。脅したな、今。うん。全然ええで。勝負を仕掛けてきたジムリーダー。ほんまに炎タイプやったら、カメタン大活躍だ、もう。カメタン。もう全部な、こっからは。でも全然関係ない。ガーディンの曲でカメタンの攻撃力が下がってんの、うん、いいね。いい、全然。波乗りや。なってるで。ちょっと待って。カメ、これはいい。はい。これいいですか、うん、819経験値をもらいました。めっちゃなってる。とりあえず。いい。そんな急いの用事ちゃうやろ。自分に似たカツラは、もうここ全部カメちゃんで。こんなん入れ替えへんか。うん、でカメたんで。ずっと波乗り連打したらもう勝てるんちゃう。あ、そう。ほんまにその、このタイプしか出せへんねやったら。ほんでギャロップ。ギャロップ。うん。ごめん、一緒や。ポケモン入れ替えますか。いや、これ楽勝や。楽勝や、ここ。ジムリーダーのカツナもカツラ。カメタはどうする戦う。噛みついてん。波乗りで。噛みつかんでん。やけどするわ、口の中。噛みたい。あ、噛みたい。急所ってどこやってギャロップの急所ってどこやってんのな。どこやろな。どこなんやろ。何？何でもない。何がおかしいの？いやいや、前ティッシュ落ちたから拾おうとしたら足がこうグッパグッパしながら。何やろなと思ったら。君の足がこうグッパグッパしながら。家でどうしたんかなと。なんか足疲れたんかなと思って。戦っていいの？いいよ。なんでそんな笑ってんの？一応もらいました。全部倒したか。カツラとの勝負に勝ったみたい、勝ってみたい、なんか笑ってる間に。もうハゲ。お前にこそこのクリームゾンバッジはふさわしい。私は賞金として。あ、すごいやん。5000円もくれーの。なあ。もうさっき聞いた。さっき、え？いいね。え、聞いてんの？うん、いい。38。ああ、そうか、終わった。あ、そう、聞いてない、ごめんなさい。あ、大文字焼き。大文字焼きやで。きっと、何が何を、それは間違いだ、うん。本場は京都では、大文字とか、送り人京都って。大文字とか、送り人と呼んでいるのだって、何が違うって言われてるんだっけ。大文字焼き。ああ。ゴザは送り火やろ。そう
もや、まあ、大文字、まあ、まあ、五山送り火でも、まあ、送り火やね、結局。うん、もう出てええんちゃう。これ、あ、カスラと、藤老人の写真がある。お肩を組んで楽しそうに笑ってる。あ、そうなんです。藤老人と仲がいい。藤老人って何やろ、なんか、いたなんか最近。いたね。こんなん言わへんし。出てええで。このおっさんとはもう喋ったし。まあ喋ってもええけどね。もうええかな。そんなに私。うん。喋ってないかどうかも分からへんし。まあまあ。ええ感じの時間。25分や。これで今バッチ7つやろ。そうだ。全員ともしや。ええで。でちょっと最後にしよう。私買ったか、暑苦しい親父だったな。え、自分がってこと？え、何が？いや、ハゲが眩しかっただけ。グレーの時も自分、カツダ認定トレーナー。あんた私。あ、そうです。わしの方が大体先に来てんねんな。グレーンポケモン自分カツダに行ってトレーもう先をもうええって。ほんなら2回もええわ、ま、たもう。おえ私やないか。誰や、これはいいやわ、いいや。まさき、まさきや。何や、久しぶりやな。パソコン使うて、うん。さっき使うたね。使うてくれて、いやー、ここで会ったのもなんかのご縁。ご縁や。ちょっと一緒に行かへん。遠く南に一ノ島。一ノ島っていう小さな島があって、友達に呼ばれて行くとこなんやけど、行くかって。行くか、行こっかな。ほな、レッツゴーや。セーブできるの、ええー、ちょうど友達の船がついたみたいやな。友達は金持ちか。グレン島まで特別に来てもらったんや。ああ、いいね、たまにいいね、たまにいるね、クルーザー持ってるやつが、うん、でわしの音も持っとったけど、持ってる、たまにいい。ええー、まさきここが一の島やん。この辺にはいくつか島があるんやけど、うん、その中の一つや。恐怖面を及こしたのは島のパソコン通信を一人で管理する錦っちゅうやつが、うん、ここで出てても車内に錦に会いに。ええー、これどんどんどこやこれ、どんどん連れていかれるんです私。あ、でもポケモンセンターあるな。どんどん連れていかれる。よう、錦。まさきさん、来てくれたんですね。おう。当然やん。どうや、研究の方は。なんで関西弁になると情熱なんで。頑張れ、パソコンマニアや。おう、こいつが私、ポケモンチャンピオン候補、ポケモンチャンピオン候補や。うん。すごいんですね。俺、勝負はさっぱり勝てないから。うん。てんてんてん。うん。よろしくお願いします。うん。で、どないな、やはり遠すぎま、何が遠すぎま。何やろ。パソコンから、まさきさんのパソコンには、なかなか繋がられないです。どれ見せてみー。何や、こんなん。なんとかなりそうやないか。手伝ったわ。おちょっと待っててくれる？頼まれて、うん、お隣に二の島っちゅう島があって、ゲームコーナーをやってるおっさんがいてるよ。ゲームコーナーのおっさん。珍しい石が好きでマニア同士付き合いが、おっさんにこの隕石あげたって、はあ、私は隕石。お、大切なポケモン。私に行けばいいだけで。私が行ったよ。うん。二色。行かれるなら。私三人の島に行かれるなら、これを差し上げます。トライパス。うん、あ、そうなんですか。私はちょっと大切なポケモン、大切なモードポケットにします。船で行けるパスポートです。それとこれもどうぞ。タウンマップの新しいページをもらった。うん、ほな、また後でな。さんによろしゅう。ここはこうすればいいんちゃうかな。こっちは。うさきさん、せっかくいらしたのに。ああ、まああれや。できなくてごめんなさい。まあお使い頼まれたってことやろ。うん。一回回復して。うん。ちょうどポケモンセンターやからこう。ほんまやね。うん。
でここで、でお使いやな、だから次はその二の島っていうところに隕石を届けに行くやん、はい、でええー、わな、まあ、なんか、まあ、割と普通に あっさり終わったな。あのまたのご利用をお待ちしています。何のあれもなく、そうよ、ね、事故もなく結構酔っ払ってる割にはあ、そうな、まあ、スタートボタン今ガチャっとったけどなレポート書くのにガチャっとったけどなはい、いや、はいはいはい変えてください、変えてください。だから次は、うん、そのお使いで、はい、その二の島っていうところの長平なおっさんに、そういうこと今言ってたもんな、隕石を渡しに行くっちゅうことええか。うん、いいです。大丈夫か。ええか。はいはい、はい、だじゃあ一回休憩してまたじゃあ撮り直しってことは後で。あ、はい、ええか。はい、多分いい。じゃあ例のあれを、あ、はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。いいの、いいよ、これいいの、いいじゃん。あ、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。いつもいつでもうまくゆくなんて保証